顔で選んでるんですか？あのネタありますよ。本当お願いしますよ。私、あの1回フリーになりまして、もうだから年明けちゃったんだから2年前ですかね。1回だけ1回も出たことないんですよ。4040 40年かかりました。1回目出るのにであのー、時間が言われて大喜利じゃないですよ。あのネタのコーナーね。ほでさ、アンガールズとかも出てんだよ。じゃあいいんじゃない？出ても。 結構ネタあるのにまあそれはちょっと置いときましてその大喜利のコーナーがメンバー変わったっつってあのどうもすみません三平ちゃんじゃなくなってその真ん中の枠のところ誰かなと思っていや選ばれたらどうしようかな星座とか大変だしななんて思ってたんですけどバカ <laughs> 桂宮治くんがね選ばれましておめでとうございます。宮くんなんですけど あの私があの私が NHK の「日曜バラエティー」という番組やってまして11年間やったんですけどその途中にあの3年間ぐらいやってきてし、えー、家の3人組をこう組んでね番組はあの山口圭介君とかこう歌手の人がゲストで来て歌うんだけどコントのコーナーもあってそこをし家の子たちつまりま,あまだ真打ちになってない2つ目と呼んでいるようなね 前座さんんじゃないんだけどその子たちは3人で転がしていくコロコロトリオっていうのがあってねで3年間のうちには最後はあの3年目はリーダーとなってそれで卒業していくっていう順番号にねその中にんいたんですよそれでもうあっという間に面白くってお客さんがこうラジオなんだけどお客さんが抽選でその日曜日の朝ね並んでくれると60人ぐらい入れるんですよ。 もうね、大体はその日のゲストの歌手のファンが並んでくれるんだけどもう宮治君のファンもついちゃってあれあれすごいやつだなってハートをつかむっていうかねなんかすごいのであのキャラクターもあの見たことある目がまん丸まで厚く苦しいの栗みたいな形してんのこういうふうに。であの声が大きくてアピールがすごいわけ。例えばリハーサル 本番は昼の1時からなんだけどリハーサルが10時ぐらいからあるんですよね生放送で。そうするとギリッギリに入ってきて普通さ私なんかだって30分ぐらい前に入ってますよそれでちょっと楽屋を整頓したりとか台本読んだりとかで入ってきた歌手の方に「おはようございます」とかねそういう感じで待ったりするのにもう1分前とかに入ってきて「サーフサーフ!」とか言って入ってきて。 「大物かお前は」っつって「いや昨日あのししに飲まま師匠に伸ばされちゃって」とか言って「それはそれ」ねみんなおんなじだから <laughs> 何がセーブなんだっつってそういうことあったんですよだけど苦労人でね若いんだけど化粧品のセールスマンをしてたんですよもともと品川の方の生まれでだから、まあ、私も東京もんなんでチャキチャキした感じで合うなとは思ってたんですけど。 そうトップセールスだったらしいの化粧品の1,000万円ぐらいのお給料だったらしいですよ1ヶ月じゃないでしょ1年ででしょ多分ねそれで奥さんもらって結婚式で「幸せですありがとうございましたそれなんで僕は話し家になります」って言って「えー でみんな両家びっくりしちゃったのでも一番偉いの奥さんですよねどうなるかもわからないのについていくっていうねでそっから子供もできてすんごい可愛らしいもういい子たちででしか向いてたんかなやっぱセールスが良かったっていうんだからキャラも立ってたのかなそれでね 新司、まあ、さんっていう桂信二師匠がねすごく面白い人のいい人でだからそれも良かったよねどういうところにこうついていくかっていうでそれであの番組に来た時は2つ目だったんだけど番組卒業したらすぐに「真打ちになります」ってもうあの普通はだいたいいっぱいいるから何年経ったら何年経ったらっていう,こう順番なんだけどごぼう抜きして「真打ち工業っていうのはねあの 大変そののおお披露目の時にお金がかかるんですよ結婚式みたいなことをするんです本当にあの大きい結婚式会場みたいなねホテルのほんでフランス料理みたいなもう1,000人ぐらいのお客さんを呼んでこの度 心身内になりました春谷宮治でございます」ってね「皆さんはこれからもどうぞごひいきに」っつってたくさんのごひいき筋やファンや先輩やみんな呼んでやるっていうもう破産しちゃうぐらいお金を借りてまであの師匠や本人やがだって普通の婚式なんは500万ぐらいかかりますよちょっと派手なのはねそれのもうちょっとすごいやつだから。ほんでその借金を 新内工業に全国出てその後お金を稼いで返していくっていうようなことをまあみんなやるんだけどその時コロナだったのすごい大変な時期だったそれで中止かなと思ったらとりあえずもうあの完全に予防対策をしてますんで来てくださいということですごいぞろ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 ゾロ京王ホテルでした大きいホテルにね行ってでこう着席で座って。 あ商店のメンバーも重鎮も来てるななんて、うん、マスクですよ完全にね。そしたら「お料理がない」<laughs> エビアンのしかも小さいボトルが1個ずつ置いてあったんです本 <laughs> <laughs> <方>で, <laughs> で早くやりますからね長引いてもいけないからあのコロナ期だったんで。ならつってで。私なんかもまあ 上げ,上げ,上げさせられてちょっとお祝いのコメントを言いましたけどそういう時ってみんなシーンとしてるしあの試されてるようなね <laughs> 受けなきゃ受けなきゃって,って私まあまあ受けましたけどほれで円楽さんなんかも挨拶なんかしたりしてほれで。 でそ,その後大変貧乏になっちゃうからって言うんでみんなご祝儀も弾んで持ってくるわけですよ。それがエビや一本でこのろうと思ったら「違いますお土産を見てください」ともうその素晴らしいお料理が全部お土産としてこの大きい袋の中にいっぱい入ってました。だだからそれはそれれれはで、ね、お金もも使ったんだと思いますけれどもこれで その後地方に回ってってい北海道からも沖縄から何から新内初興行ですってなると例えばそれまでは浅草園芸ホールとか私もね出させていただきますけどそこは割って言って出た一日の演者さんで全部の入場者の例えば園芸場ってね2,000円から3,000円ぐらいなんですよね。ありがとうございいいます来ててただいてる方ねそれで満杯に入っ てたららまあ100人ちょっとぐらいですよそうするとまあ2,000円だったとすると20万円くらいじゃないですかそのうちに劇場にも半分ぐらいは払うんですよ。でそして出演者がいてじゃあ20万円半分で10万円10万円が、うん、じゃあ出演者が10人だったとしても1人1万円じゃないですか大体出演者って毎日30人ぐらいいるんですよ。なので これいいパターンまだね3000円ぐらでも100人で入ってることほとんどないんですよ。はっ7人とか言うて「あ <laughs> っ10人来てる」みたいな、ね、時があってご覧なさい全部で1万4,000円で半分7,000円で7,000円を30人で割ってご覧なさいチャリチャリチャリはいはいご苦労様でしたっていうね、まあ、250円ぐらいだったと思いなさい。 れで3つぐらいいい場回ったったて1000円いかないんですよだからこの新打ちになって新うち「新打ち興行です」っていうとどこそこの劇場全部自分のコンサートと一緒だからリサイタルとそのお客さんのチケット代が入ってくるわけですそこからなんですよお金持ちになっていくのが <laughs>。 体のれれないご祝儀をもらうわけですよ頑張ってっててこれは領収書がない <laughs> いいなそれでまあ商店メンバーっていうのはあそこで名前が売れてるわけですから全国のそういういろんなところでね公演ができるということで安い講座料の園芸ホールも出る出続けるお世話になった場所だからということでねそれはそれでいい。だから宮 まあ、素晴らしいんですよもうどこのホールどこの会場行っても超満員なの、まあ、師匠とねあの私もお会いさせていただいて一緒に興行、まあ、3つを継がさせていただいたけど「神田伯山分かる?」「時計元禄なんとかの」っていうあれねそのすごい人気なの伯山伯山とも大親友なんで宮治君が伯山さんなんかもいるとさまたお客さん入っちゃうわけ。 すごいのだから焦点変わると思いますよもういつも寝てるような好楽さんとかね、えー、椅子から立つのもやっとだ頑張ってる木久扇さんとかねあの <laughs> まあ面白いメンバーじゃないですかその中に新しい厚苦しいい苦風が入るわけですよだ視界が私は考えは視界が神田伯山なのかなと思った。ほいで 翔太氏が戻るのかなとか席順もあれで決まりじゃないもんねだから変わるかもわからないしまたその下にまだ二つ目なんだけど翔太さんの弟子に昇也君っていうのがいるんですよ春風亭昇也覚えてこれが五月ぐらいに新内になるんですよこの子が私はすごく推してる子またその下ぐらいに 桂武丸さんって面白い師匠がいるんですよ。桂武丸師匠の弟子の桂武千代っていうの。めっちゃ面白い。まだ二つ目。これが来ます。だから。まあ、商店もね。これから、まあ、何人かなくなっても。おいおい。<laughs> なんか。まあ、若手大喜利でみんな出てきてますけどね。うん、若手大喜利も面白いけど。 がまあこういい風がね吹いていくんじゃないかなと思ってだからあのどうですか『商点』のスタッフの方もいいんですよ私司会でも全然昔だって男子さんが司会だったりとか南信介さんあみんな分かんないか転覆トリオとかね司会者ってもう全然噺家さんじゃなくてもやってた時あるんですよ前田武彦さんとか。余ってますよ。 どうですか <laughs> まあ着物の色はあとは好楽さんとかぶるかもわかんないけど濃いピンクこういうようなね色もちょっといいかなあるいはハートマークとか水玉とかいかがですか <laughs>、まあ、ともかく、えー、桂宮治君はとっても仲良ししている大好きな若手なのでこれから商点を応援したいと思いますという話でしたさあ それじゃあ今日はねモノマネはね中華っぽい音 <laughs> ラーメンが食べたくなりましたね。それじゃ